誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。ここにはゼロもいないみたい。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。みんな、油断するなよ。許さないんだから。私たちの勝ちだね。あれは何だろう。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。細かいことはお前に任せたぞ。おやすみなさい。誰と一緒に行こうかな。何もないみたいだし、どこか別の場所へ行こうか。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。
夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。細かいことはお前に任せたぞ。おやすみなさい。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。ゼロはいないみたいね。他には何もないし、次の場所行こうか。誰と一緒に行こうかな。行こうかな。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。細かいことはお前に任せたぞ。おやすみなさい。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。ゼロはいないみたいね。他には何もないし、次の場所行こうか。誰と一緒に行こうかな。
こうかな。ずいぶん倒してきたつもりだけど、全部で何匹ぐらいいるんだろう。一匹いたら百匹いると思えって言葉があったよね。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。どうした？何か買いたいのか？おやすみなさい。元気ねえなお前。朝の挨拶は元気よくが基本だぞ。うん、そうだね。おはよう。お、よし、計算式が出たぞ。計算式って何ですか？ラビリンスを出るためのポイントを絞り、その発生時間を予測した計算式。ね、先生、そんなことをしてたんですか？俺はお前らのように地道にうろうろして帰る方法を探すのは性に合わないからな。何でも科学的に解決したいんだ。言ってる意味が全然わかんないっす。僕だってちょっとは手伝ったんだからね。ありがとう、スイ君。とりあえずこれで俺たちは元の世界に帰れるぞ。帰る。やったね。うん。よかったじゃねえか。何日か前から大まかに分かっていたのに、あまりぬか喜びさせたくなかった。だがこの分だと明日の夜には無事に帰れるはずだ。明日の夜、もうすぐですね。どうした？どうしたって？何？こうちゃん、やっと帰れるというのに嬉しそうに見えないか？え、
し、嬉しくないわけがねえだろ。疲れてるだけじゃねえのか。うん、そうかもしれない。それならいいけど、ただお前は元の世界に戻るのに嫌なのかって心配になった。考えすぎだろ。ああ、そうだよ、母ちゃん。まだすか。まあ待て、位置を正確に計算しないと帰れなくなる。うん、結構面倒っすね。数値というものはそういうものだ。だから俺のようなデリケートな研究者が求められている。テルマサがデリケートとか笑っちゃうんだけど。つい、お前は黙ってよ。いいか、印のついた位置にそれぞれ立て。5分後から順々に元の世界へ飛ばされる。サークルの中で転送が起こるから、ここから出たら絶対にダメなんだよ。まずは俺たちのサークル、次にクロエと早川、最後に湯原とお前の順だ。これで時間だ。また後でね。バイバイ。本当に消えた。で、次が俺たちっすね。ああ、あれ、クロエ、お前どうして。え、あれ、完全体じゃない。もう一人のカズヤを残したまま元の世界に戻ることなんてできないんだ。ごめんなさいカズヤさん、でも全てラビリンスのためなんです。おっと、クエ、俺に捕まれ。一緒に現実に戻ろう。無駄ですよ。今のカズヤさんに触れてしまえば、あなたまで現実に戻れなくなります。とは言っても、後輩置いてくわけにはいかねえだろう。カズヤくん、とにかく、俺たちは先に戻ろう。向こうに戻ってから石岡先生に相談すればいい。
今はとにかく帰ろう。なんで俺だけ。たった一人で残されるのは辛いよね。だけど大丈夫、お前には俺がいるんだからさ。早く一つになっちまおうぜ、カズヤ。お前は帰らなきゃいけない。でも、こうちゃん。好きだ、大好きだ。ごめん、こうちゃん。先輩、やっと目を覚ましたな。どこか痛いところはないか。はい、大丈夫です。カズヤ君は？俺もいるよ。カズヤ君、よかった。ごめんね、俺のせいで。カズヤ君のせいじゃないよ。そっか。早川先輩も戻ってきちゃったんですね。まあな、後輩残して帰るわけにはいかないだろう。大会も近いし。ここにいたら大会どころじゃないっすね。だろ？参ったな。しかし残ったのはいいけど、これからどうすりゃいいんだ。そうですね、本当にすみません。ああ、気にするな。俺もあいつも脊髄反射で残ったようなもんだから。言うなれば運動機能の一部だな。そんなことよりどう変えるか考えようぜ。
脊髄反射って先輩、なんかそれ違うような。つべこべ言うなよ。ほらお前も考えろ。